はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、あの新パックで登場したカードの中から一つめちゃくちゃ面白いテーマをねご紹介していきたいと思います。それがダイナミストというテーマのこのペンデュラム、機械族水属性のテーマですね。まあ恐竜みたいな見た目しますけど、機械族のテーマでございまして、これいろいろね、まあディスコードのなんか有志の皆さんと一緒にこういろいろ話しながらデッキを構築して使ってみてるんですが、あのね、想像の5億倍強いです。想像の5億倍強かった。これね、まだね、あのめちゃくちゃ強いフィールド魔法が、フィールド魔法じゃない、トラップカードがあるんで、ダイナミストって、まあそれ来てない中でこのぐらいの強さ持ってるとしたら結構いいデッキなんじゃないかなと思うんですよね。で、このデッキどういうあの動きをしていくかっていうと、もうひたすらに耐久力が高くてですね、あのめちゃくちゃペンデレム召喚していきます。あのね、ペンデレムスケールが6とあの3のモンスターで構成されてまして、でレベルはだいたい4と5なんですよ。で、レベル6の、あ、レベル6じゃない、スケール6の、このペンデレムモンスターの方の効果が共通で、自分のフィールドのダイナミストカードを対象として発動した効果を無効にできる。で、その後このカードを破壊するっていうカードですね。これはだから、あの対象耐性を、まあ、一応与えることができるみたいな感じです。まあ、あの対象にしたカードを破壊してはくれないんですけども、一応無効にはできると。だから、因果切断とか、まあ、なんだ、狡猾な落とし穴とか、まあ、そういうカードが発動された場合、まあ、その効果を無効にできるっていう。まあ、結構強い。というか、かなり強いですね。はい。で、スキル3は、共通で、また。このカード以外の自分のフィールドのダイナミストカードが戦闘か、相手の効果で破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。まあ、機械天使の儀式とか、ああいう系の効果と同じで、まあ、狡猾な落とし穴撃たれましたとか、まあ、戦闘でね、普通にぶっ殺されますとか、誓願に殴られましたみたいな時にも、一応このスケールのこのカードを破壊することによって、免れることができる。代わりにできる。ということで。で、ペンデュラムスケールに、貼ってあるカードは、フィールドから墓地を送られると、エクストラデッキに加わるんですけど、このダイナミストチャージっていうカードがめちゃくちゃ強くて、このカードが。このカード発動時の効果処理としてダイナミストモンスターを手札に加えるっていう、まあ要は炎舞天気ですね。はい。まあエアーマンとか炎舞天気とかみたいな感じの効果。で、このカードの2番の効果めっちゃ強いんですよ。一旦に一度ダイナミストカードがフィールドから墓地、フィールドからエクストラデッキに表側表示で加わった場合、そのカードを回収するっていう、まあ強制効果なんですけども、これで、何が強いかっていうと、ペンデラムスケールから破壊され、代わりに破壊したカードとかもバンバン手札に持ってくるんですね。あとその対象無効にしてこのカード代わりに破壊するみたいな効果もこれバンバン戻ってくるんですよ。でちなみにモンスターももちろん戻ってきます、破壊されたら。だからこのダイナミストチャージを発動して、でペンデラムスケール貼ってペンデラム召喚してるだけで、なんか無限供給期間が製造できるんですよ。まあ、もちろんね、一旦1枚しか発動できないんであれですけども、2枚発動しても2枚返ってくるということはないんですよ。強制効果なんでね、必ず発動しちゃうんで。なんですけども、これ非常に強いです、このカードが。でですね、モンスターじゃどれが強いのという話なんですが、まずですね、このね、プレシオスっていう、このノーマルカード、これが結構強くて、これモンスター効果で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手のフィールドのモンスターの攻守が、まあ、ダイナミストカードの数、かける100ダウンすると。まあ、つまりですね、ダイナミストチャージとかも、数えますんで、相手の打点が結構ね、まあ、500とか、下がる、ペンデラムスケールのカードも、数えますんで、かなり下がります。500とか400、500くらいは簡単に下げれる。ちなみにこいつを2体出せば、1000とか簡単に下げれます。相手の、モンスターの打点。かなり強いです。だからガイアとか効果発動できなくなったりするんで、これ結構強いです。これ3積み。で、あとこれ、スピノス。これがね、マジで対話拒否モンスターで、これが一番強いと思ってるんだけど、この R カード。この R カードが、効果が、自分のフィールドのダイナミストモンスター1体をリリースして、このターン直接攻撃できるっていう効果と、一度のバトルフェイジョンに2回攻撃できるよっていう効果をどっちか1つ発動できるんですよ。で、ちなみにリリースすれば何回でも使えるんで、なんかその、2体リリースすれば直接攻撃しつつ2500の2連打ができるみたいな感じのカードになってるんですけども、これね、リリース用意めちゃくちゃ用意できるんですよ。このデッキ。なんでかっていうと、ペンデラム召喚なんでまずそもそも横に並びますし、横に並べられるし、あとダイナミストチャージでめちゃくちゃカード戻ってくるんで、例えば一回ペンデラム召喚してね、で、フィールドのモンスターリリースしたら、もう一回戻ってくるんですよ、チャージで。だからそれをもう一回通常召喚して、で、もう一回リリースすれば、もうなんか、モンスター2枚で効果、もう、2回発動できるんで、スピノスの。これマジ強いっす。
マジ強い。で、防御札がね、ちょっと、ないので、まあ、一番最強の防御札は何かと。機械族デッキであれば、パルスボムなんですよ。はい。これあれです。ディスコードでモノコーラくんが、なんか、マジ強いって言ってたんで、パクって入れました。はい。で、あれ。狩り場。狩り場、マジできつい。あのスキルやっぱおかしくて、なんかクソ取りのスキル。なんか、何のコストも何の制約もなしに、なんか急に狩り場張るっていう、あのスキルマジで頭おかしいんですよ。ペンディラム売る気あんのかっていうぐらい強いんで、あれを処すためにエキセントリックでもう3積みしてます。ちなみに、このテーマ、マジで、除去能力ないんですよね。自分のモンスターで相手のモンスターを除去するとか、魔法トラップ除去する効果ないんですよ、基本的に。戦闘を返さないといけなくて、まあ、レックスっていうのが一応除去なんですけども、戦闘を返す必要があるんで、だからその戦闘前に梅雨を払っておくことができないっていうことで、まあ、それを両方ともできるエキセントリックデーモンさん。まあ、これは主に狩り場を割る要因ですね、はい。狩り場を割る要因。で、ちなみになんですけども、このデッキ水属性なんで、はい、水属性なんですよ、こいつら。なんで、この辺の最強モンスターが出せます。はい。っていう感じですね。デッキとしては。で、スケール張んないとマジ終わるんで、このデッキ。ダイナミストチャージが発動できないとかいうバグが起きる可能性があるんで、なので、光の奇跡ペンデラム召喚っていうスケールを張る、スキルにしてます。スキルはね、スケール張れないとダメ、このデッキは。うん、それだけ言っとくわ。早速やっていきましょう。5億倍強いダイナミストデッキ、デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方。前髪ハゲ散らかしおじさん、よろしくお願いします。前髪ハゲ散らかしおじさん、これ何デッキ、これ一体何のデッキか全然わかんねえ。なんだこれ、こいつなんだ、アンデッド、あれか、知らぬいか、なんかさ、だから冷静に考えたけど、なんだっけ、ゾンビにするスキル結構強いよね、はい、お前一番似合わないカード使うやん、メロマソンな全然似合わないカード使うやん、これ何、これスキル、これあれかな、本当にハイオールゾンビ軍団みたいな、ワイルドホープは、なるほど、天空の交際、あ、それで叩き割って刺すんの、うまいやそれ、それうまっ、おっと味に行こう、なるほど、ワイルドホープ破壊されたら何刺すんだっけ、ワイルドホープ以外の魔界儀なんか、ちょ、うまっ、遊戯王うますぎか、こいつ天才じゃねえか、やってること。これかなり強いですね、動き方としては。アドバンテージ相当稼いでます。メローマドンナで、サーチも入れてるし、あと、ワイルドホープでサーチも入れてるし、結局、ワイルドホープは戻ってくるんで、ペンティアの召喚で。これね、これうまいね。かなり。これはね、かなり動きは天才ムーブをしてるよ。今のところ。前髪剥げてっけどね。前髪がないけど、なんかそのイケメンみたいな動きはしてる。前髪ないくせに、はい、あ、強い差し入れ機、これ戦闘効果で破壊されないやつで、ビッグスターは魔界大砲をセットするカードですね。ですね、僕の方はと言いますと、これマジでさ、なんか色味似すぎてて全然わかんないんだよね。レックスくんがいて、スピノスがいて、スピノスでダイレクト2連打かましたら勝ちなんじゃねえのこれ。対話拒否ムーブすればいいの。とりあえずレックスでしょ、レックス発動で、6だからこれスケール3発動して、ペンデラム召喚していけばいいんで、だから脳死でクリボールとかねえだろ、入ってなんだろうね、わかんねえけど、まあ、とりあえず3発動して、3発動からの、レックスのスピノス召喚でペッペッてやってペッてリリースして、もう一回リリースすればいいから、ですね、一番効率的な動き、ダイナミストチャージないとちょっとめんどくさいんだけど、ステゴサイバー、ステゴサウラじゃねえや、ステゴサウラでいいか、ステゴサウラペンデラムセッティング、で6と3でペンデラム召喚、まあ、全部出すしかないよね、全部出す、これダイナミストチャージがあると返ってくるんでめっちゃ強いんですけど、はい、スピノス特殊、エレックス特殊で、プレシオス特殊、はい、でスピノス効果発動します、これかわいそう、相手なんか、相手めっちゃなんかめちゃくちゃ最強ムーブみたいなことしてるのに、なんかただ単に2502連打されて負けた対戦ありがとうございましたちょっと待って、ちょっと待って、このデッキ対話拒否すぎない、なんだこのクソデッキ。さあ、光の奇跡ペンデラムを発動していく、
闇遊戯くん全然わかんねえなスキル、なんだデュエル、スキルわかん、スキル言えお前、もうもうなんかそのデュエル始まる前にスキル言え、ベリーマンシャンガール、なるほど、あーわーガールか、ディスティンドですよね、はいはい、セットセット、あ強そう、まあ、とりあえず私はダイナミストチャージとかいう最強カードが引きにいるんで、まあ割と悪くはない、悪くないだろう。チャージ発動、チャージ発動か、スケールが、なるほど、エキセントリックは別にね、多分ねエキセントリックね、対象の対象無効実質あるんですよ、ダイナミストって。だからね結構ね結構強いんですよこれ。チャージを先に発動しておいてから、まあ、とりあえず、エキセントリックデーモンで1枚割っとくか。なんか最やばいカードだったら やばいしな、対象取るカードだと思うんだけどね、ほとんど多分、まあ、破壊しとくか、破壊、うん、特殊召喚した後になんか撃たれても嫌だしな。なんかねあんまりバック弱くはないんですよこのデッキ、弱くはないんですけど、ちょっと2枚やるとちょっとさすがにやばいかもしれないんで、まあ、1枚だけやっていきましょう。デモンズチェーンか、なるほど、デモンズチェーン了解。スピノスでダイレクト2連打したら勝てる説ありますね、またこれレックスダイナミット、レックスレックス、ペンデラムスケールにセッティング、アンドプテランをペンデラムスケールにセッティング。さあこれでレベル4から5のモンスターが同時に召喚可能、ペンデラム召喚、揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光のアーク、ご覧に入れましょう、ご覧に入れましょう、さあこれで2連打するぞ私は。2連打マンの効果発動、ダイナミストスピノスの効果発動、ダイナミストスピノスはフィールド上のモンスターをリリースすることによってこのカードはと直接デモンズチェーン、なるほど、おっとそれを無効にしたらいいんじゃないか。これさ効果を無効に、あまずまずい、効果を無効にできるって書いてある、これあちょなんか発動した効果を無効にするパターン、ごめんなさい、ちょっとテキスト読んでませんでした、すいませんでした、許してください、本当にすいませんでした。ですね、今のは発動した効果を無効にできるって書いてあるんで、デモンズチェーンとかいう永続トラップとか永続魔法とかの効果は無理ですね、無効にできません、ずっと残るカードは。発動したか、発動を無効にするんだったら無効にできるんですけど、無効に社会できるんですけど、デモンズチェーン系無理だっていうことを今気づきました、本当にごめんなさい。まあ、でもアドバンス召喚できるし、まあなんとかなるでしょ、ベリーマンシャンガール、多分ねこのデッキそんなにワンキル取ってこないと思うんだよね、多分結構こうやってやって相手の攻撃を待ちながらなんかそのアドバンテージ稼いでクイーンテッドマジシャン降臨とかね、そういう感じの効果だと思うんで、ダイナミストミックスレックスね、ダイナミストレックス、まあ、とりあえずスケール張るのは絶対で、でですね、まあでもこのチームは多分キウイマジシャンガールだと思う、キウイマジシャン手札からぶん投げるとマジシャンガールの打点が上がるっていうカードなんだけどさ、ですね、まあ、とりあえず回収してペンデラム召喚でめっちゃ展開してるんだよ、レックス召喚、はい、アドバンス召喚、これデモンチェーンケア、ケアっていう回避で、ダイナミストチャージの効果で帰ってくる、これがめっちゃ強いのよ、帰ってくるっていう。でペンデラム召喚、エクストラデッキと手札からダイナミストを特殊召喚していく、ほい、ほい、で、スピノスまた降臨したんでスピノスを爆走します。まずですね、一回直接攻撃ができるとかいう最強効果を発動、2500直接攻撃で、さらになんとこいつを2回攻撃できるっていう付与をする、これで2500連打、はい対話拒否相手の盤面マジ関係ねえ、2500連打したら勝てんだもん、対戦ありがとうございましたいやマジでこのデッキの勝ち筋ほとんどこれなの、めっちゃおもろいんだけど、このデッキってダイレクトタクティックやったんだな。さあお相手の方、光の奇跡ペンデラム召喚、何やばい、まさかの光の奇跡ペンデラム召喚ミラー起きたやばやば、なんだあいつ、俺のターン、とりあえずダイナミストチャージをぶち込んでいくしかない、ダイナミストチャージ、7のスキルだから、3を持ってくればいいんだな、見にくいよなこれ、あ 3じゃねえ、スピノス、あーとレックス出してよ、でこれ初手だったらレックスか、ちょ分かんねえな、何出してんだこれ、初手だったらレックスかな、いやスピノスか、スピノス、スピノスだ、
多分スピノス、多分スピノス、スピノスで、スピノス、どうせこのデッキスピノスが強いんで、スピノスゲースしておけばいいわけですね、結局。はい、で、スピノス特殊。はい。ご覧に入れましょう。で、ダイナミックパワーロードとかいうなんか謎のフィールド魔法があって、で、ターン終了。パワーロード、これダイナミックパワーロードってダイナミストカードじゃないから全然差次元だよね。ダイナミストだ。やばい、ダイナミストデッキや、最強か、ダイナミストキラトプスデックス。なるほど、はあ、やばい、サンタ出てきた、まずい。ダイナミストスピノス、あ、やばいかもしれない。あー、負けだね。いや、ちょ待って、このデッキってこういうデッキなの？俺ダイナミスト初めて使ったんだけどさ、負け方もこの負け方なの？スピノスゲー加速しすぎてませんかね？